知床峠の通行止めの時間は当分の間、毎日夕方6時から翌朝7時までです。札幌祭りに伴い、現在雑誌が札幌市内を練り歩いています。この後も工事になっている南七条通り、南大通り、南二条通り、駅前通り、そして西五丁目樽川通りなどは午後5時ごろまで行列が通過する際に通りにくくなります。また今夜はすすきの方面でも雑誌の変更が行われますのでご注意ください。この時間、札幌市内の道路に目立った渋滞はありません。日本道路交通情報センターの予算をお伝えしました。以上もありがとうございました。高野です。1万円。